ジャバリ・パーカーは、アメリカ合衆国、イリノイ州シカゴ出身のプロバスケットボール選手。NBA のボストンセルティックスに所属している。ポジションは、パワーフォワード。身長203センチメートル、体重111キログラム。デューク大に進学を発表する、パーカー地元シカゴの高校から、名門デューク大学に入学した。デューク大学でのパーカー・パーカーは1年生にして、 オールアメリカンファーストチーム、ユスピウィナショナルフレッシュマン・オブ・ザ・ヤー、オール ACC、ファーストチーム、ジョン・アール・ウ、伝承オールアメリカンチームに選ばれた。また、新人王投票では77票中72票を獲得して ACC の新人王に選ばれた。2014から15シーズン2014年のワシントン・ウィザーズ戦にてダンクをするパーカー。 2014年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。全体2位という高評価を受け、ミルウォーキーバックスに入団した。開幕からスタメンで活躍していたが、2014年12月15日のフェニックスサンズ戦で、左膝の前十字人体の断裂の重傷を負い、シーズン絶望となり、不本意な形で早々にルーキーシーズンを終えてしまった。 2015から16シーズンその後手術とリハビリを経て2015年11月4日のフィラデルフィアセブンティー・シクサーズ戦で約1年ぶりにスタメンで戦線復帰を果たした2月29日のヒューストンロケッツ戦では自己最多の36得点を記録した2015から16シーズンは順調な復帰を果たし76試合に出場し 1>, 1試合平均31.7分の出場で14.1得点を記録した。2016から17シーズン2016から17シーズンは開幕から好調を維持し、51試合に出場、50試合でスターターを務め、平均20.1得点、6.1リバウンド、2.8アシストの成績を残し、ミルウォーキーバックスの主力として活躍していたが、 2017年2月9日、MRI 検査によって再び左膝の全十字人体断裂と診断され、治療、リハビリ22ヶ月程度が必要と予見され、2016から17シーズン中に復帰は絶望となった。2017から18シーズン2018年2月2日に行われたニューヨークニックス戦で約1年ぶりに怪我から復帰した。 ホームのブラッドリーセンターで行われたこの試合で、パーカーは1クォーター途中、ヤニスはデトクンボとの交代で出場。出場の際には、スタンディングオベーションで迎えられた。最終的に、約15部の出場で12得点を記録した。4月1日に行われた、デンバーナゲッツ戦で、シーズンハイの35得点、10リバウンドを記録試合は、オーバータイムの末、 ナゲッツに128から125で敗れた。2018から19シーズンのシーズン開幕前に、シカゴブルズと2年に4000万ドルのオファーシートにサイン。バックスは、その契約にマッチングをせず、しかし、ブルズのスタイルになじめず、トレード期限最終日に、オットポーターとのトレードで、ワシントンウィザーズに放出された。さらに、ブルズと当時締結した、契約の2年目は、 チームオプションだったこともあり、シーズン終了後、ウィザーズは2000万ドル強を支払いを拒否する形で、オプション講師を放棄。再び、FA となった。2019から20シーズンアトランタホークスと2年1300万ドルで契約。2020年2月5日、同ンデドモントのトレードで、アレックス・レンと共にサクラメント・キングスに移籍した。 プレーオフバスケット IQ の高い選手として知られている。ディフェンスの能力は同世代の中で高い水準にあるが未だに改善の余地がある。オフェンスでもフィジカルの強さを活かしたドライブなどから得点を上げることができる。ドライブからのステップバックシュートなども打つことができて非常にオフェンスの引き出しの多い選手でもあるがアウトサイドシュートには安定性がなくこちらも 改善の余地がある。アウトサイドシュートが上達すれば、カーメル・アンソニー、ポール・ピアースのような選手になれるのではないかと期待されていた。しかし、バックス時代に、同じタイプのヤニス・アゲト・君ンボとの共存に苦しみ、さらに相次ぐ、大怪我も重なり、2018年にバックスを離れてからは、ジャーニーマン化するなど、ドラフト2位の本領発揮までには至っていない。 2014年の NBA ドラフトは、パーカーか、アンドリュー・ウィギンスが、全体1位で指名されるだろうと言われていた。そのため、パーカーも1位指名権を持っていた、クリーブランド・キャバリアーズのワークアウトに参加したが、バックスの本拠地ミルウォーキーから近いシカゴ出身の、パーカーは、2位指名権を持っていたバックスでのプレイを、望んでいたらしく、キャブスの、ワークアウトをわざと手抜きしたと言われている。 そしてドラフトではパーカーの希望通りバックスに指名された。ありがとうございます。